はい、どうも、わきです。今日はハンバーガーですか？ハンバーガー、みんな大好きでしょ。フレッシュネスバーガー、プライベートでもよく食べるのよ。年末、はい、仙台牛バーガーね、あ、見ました、自宅で、うん、家で食べたんだけど、めっちゃうまそうでしょ。いや、めちゃくちゃうまそうです。クラシック系ね、はい、ちょっとでかいハンバーガーから従来のね、そういうハンバーガーあるんだけど、はい、あとね、俺が好きなのはこれなのよ。ホットドッグ系も大好きだから、これめちゃくちゃうまいんだけれども、実はね、フレッシュネスバーガーはね、はい、パスタあるのよ。意外と知らない人が多い。僕も初めて聞きました、うん、でパスタメニューここにあるんだけど、全部で6種類、はい、これみんな知らないでしょ。いや、初めて聞きました。僕も多分ね、ある店舗とない店舗あると思うんだけど、はい、今日はフレッシュネスバーガーのパスタ全部食べてみようと。あ、この6種類全部ですか？そう、はい、3皿ずつ分けるのか、はい、まあ、ユッチー腹ペコ男子だから、まあ、4-2にするのかで、ここの店舗はね、フレッシュネスバーガー&バーっていう、なかなか珍しいですね。そうで、なんかピッツァも売ってるらしいのよ。だからピッツァは今度ね。ピッツァは今度、ピッツァは今度にするから次回の、うん、朝から何も食べてない。あ、食べてないの今？今日何も食べてない。マジか、はい、もうお腹がちょっとハンバーガーのお腹に来ちゃったんですけど。ああ、なるほどなるほど。今日はちょっと我慢してもらってね、ハンバーガーまあね、また食べに行こうよ、はい、うん、右側がちょっとこうね、790円コース、はい、で左側がちょっとリーズナブルな感じのね。これじゃんけんしてどれするか、はい、まあ、あと注文するときにね、はい、店の人にちょっと怪しまれないようにじゃあそれでは行きましょう。ここのフレッシュネスバーガーすごいね。すごいですね。3階建てで、はい、でここ3階なんですけど、はい、2階とね、3階すごい広くて、はい、普通に仕事もできちゃう、まあ、ここ横浜西口なんですけど、こっちに来て場所に困ったらここに来ちゃってもいいですね。そうですね、結構店内広いんでね、こういうね、植物的なのいいよね。そうですね、ワッキーさんの普段ワッキー的にないのよ、こういうどういうっち、今日調子はお腹のコンディションはもうバッチリ、バッチリ。今日はそういうヘアスタイルなんで。あ、そうですね、もうコメントで前来てたけど、もうちょっと髪切った方がいいんじゃない？ちょっと切れます、うん、近々バッサリした方がいいよね。バッサリですね、もう短く、うん、短めでね。学生の時に実は坊主だったんで。あ、坊主だったの？はい。あ、それは初耳だな。じゃあ坊主で行こうかちょっとお店の方に行ったらね、このメニューをお借りできたんで、うん、まあ、さっきね、外で見た通りなんだけど、まず第一候補。あ、じゃあ一斉のせで何食べたいのかっていう、はい、何も打ち合わせしてないからさ、はい、じゃあせーのかぶったじゃんか。なんでポルチーニ食べたいの？季節限定にあ、そっちかい。 いや、ポルチーニといえばさ、イタリアの高級食材じゃん。まあ、かぶっちゃったらもうそれはもう俺譲らざるを得ないですこれで俺が食べてたら、まあ、パワハラっていう変化になっちゃうこれ、こう和風系。あ、和風系一番安いのよ、はい、ナスとベーコンのバター醤油。これ値段がでもほら200円違うんだよそうですね。あ、これ別に優しい先輩をアピールしてるわけじゃないからね2つ目またせーのにする？あ、せーのにします。せーの、よし、かぶんなかった。あ、カルボナーラ好きなんだ。チーズが好きなんですね。あ、チーズが好き、はい、あ、パスタ頼めばプラス220円でドリンクつけれるから、うん、まあ、お得っちゃお得だね。まずドリンクからオーガニックアイスティー。40になってくるとさ、はい、オーガニックでも弱いな弱いものがどんどん増えてくる優しいアイスティーです、ということでね、パスタ6種類一気に頼みました。ちょっとこれテーブルに並べると圧巻だよねトレイとかあるんだけど、ちょっと場所がね、ちょっと場所が場所なんで、ちょっとトレイ取っちゃいましたけど、はい、フレッシュネスバーガーのパスタ全種類でございます。いやー、めちゃくちゃうまそうです。これ絶対うまいよ、ポルチーニは。匂いがすごいですね。で、俺らがなんだっけ、ナスとベーコンのバター醤油パスタでございます。なんかフレッシュネスで和風のパスタって、うん、これもなんかその斬新だけどね。そうですね、ちょっと早く食べないと。そうですね、麺がね、伸びちゃうんじゃない今のっていう。だったら食べてから頼めよって話YouTuber あるある全部頼んで、ね、はい、全部取りたいみたいな。結構ね、これナス大きめで、でベーコンも結構分厚いの。スープパスタっぽい
気がするけど、どんな感じなんだろう。いただきます。うん、麺うまいね。麺美味しいです、うん、シコシコツルツルなんですけど、はい、これバター醤油なんですよ。これすげえさっぱりしてる和風のパスタってさ、はい、ちょっと味濃かったやつもあるじゃん。そうですね。これはね、すごいさっぱりしてる。本当に和風って感じ。あ、ナスも美味しい。このクオリティで590円だったらめっちゃお得だね、これ、はい、ナスもかなり大きいですね。ナスでかい、はい、でどういうチーズ？キノコの香りすごいですね。チーズはどう？結構濃厚なんですね。濃厚ですね。もうクリーム自体も濃厚なんですけど、うん、どう、うん、キノコの香りが、うん、あのふわっとこう鼻に抜けるというか、うん、これ結構あれだね、クリーム感が、クリーム感強い。結構濃そうだね、はい、いや見た目濃厚そうに見えるんですけど、うん、スルスルいけます。あ、スルスルいける。はい、いけます。フレッシュネスバーガーでパスタ食べるってなかなかね。はい、2皿目でございます。エビのトマトクリームソースでございます。ここでようやく僕もクリーム系に突入です。でユッチーのカルボナーラこんな感じですね、はい、あ、これもうまそうだな。これエビの香りすごいな。めっちゃうまそう。これエビ好きにはたまらない、はい、うん、すげえいい香り。こっちまでそういきます。はい、うん、ちょっと待って、これめちゃくちゃうまいぞ。すげえうまいんですけど、これ余ったソースでご飯いけるな。クリームソース濃厚で、でもなんかきつくないよね。そうですね、うん、はい、おエビと一緒に、うん、エビがプリプリ。結構豪快にくれん。めちゃくちゃ美味しいです。濃厚なのと最後にブラックペッパーが、あ、ブラックペッパー効いてるんで、はい、美味しいです。半熟卵はどうなの？半熟卵 も、うん、もうトロトロで、まあ、ちょっと混ぜちゃったんですけど、ね、はい、チーズも濃厚だけど、そんな、はい、やっぱくどくない感じ、はい、あとベーコンがめちゃくちゃ美味しくて。ベーコン厚切りなんだよね、はい、そう、俺もさっきベーコン入ってたけど、ね、結構ね、ベーコンめちゃくちゃ厚切りにカットされてるから、はい、もうかなりジューシーです。ゆっちゃんのクリーム系のパスタ2つ目じゃん、うん、今自分もこれクリームパスタなんですけど、はい、めちゃくちゃうまいんですよ。フレッシュネスバーガー、クリーム系強いね。クリーム系強いです。パスタがめちゃくちゃ美味しいです、ね、そう、パスタ自体が美味しいよね、はい、うん、はい、完食です。綺麗に食べてるね。はい、完食です。ということで最後2皿こちらでございまして、ナスとモッツァレラ、モッツァレラがいつも言えないんだよね。ナスとモッツァレラのトマトソースと、エビとアスパラのジェノベーゼ。美味しそうだなこれ。そうですね、色が。なるほど。せーの、お、分かれたね。なぜ俺こっち行ったかっていうと、はい、さっきナス食べたから最初見てからナスがずっと美味しそうで、ナスが美味しそうだから、ね、なるほど。最初のポルチニーだけちょっと喧嘩しちゃったけどね。あとは仲良くやってますよ、はい、すげえなんかバジルのいい香りが。うん、うん、うん、クリームパスタとは全く違う世界ですよ、これは。違う国に来ちゃいましたね。バジルが爽やかだね。爽やかね、うん、アスパラとエビなんですけど、こっちにもエビが入ってるから、うん、アスパラうまい。野菜美味しい。いや、野菜そうですね、ナス、ナスも美味しい。ナスもめちゃくちゃ美味しい。これ3皿目なんだけど、うん、いけるね。いけますね。胃の方がね、まあ埋まってるんですよ。あんな感じで結構いけちゃったね、2人してね。そうですね。チーズあれだね、食べるの早いね。はい、はい、ということで、はい、1人3皿ずつ食べましたけど、はい、ユッチはどれが一番好きだった？いや、やっぱ最初のポルチーニ。あ、ポルチーニ、はい、オッキーさんどれですか？ジェノベーゼとエビの玉とクリームスパスタ、結構いい勝負なんですよ。ただどっちかって言ったらやっぱり、はい、まあ、エビとトマトのクリームソースかな。でもポルチーニのパスタが790円っていうのはね、なかなかないですからね。、うん、
普通にイタリアンとか言ってもそんなんで食べられませんから、はい、なんか今思ったんだけど、はい、急に2人で横並びになるとすぐ話してるみたいな後ろどうですかみたいなこんな感じになっちゃう。フレッシュネスバーガーはパスタもありますね、はい、ただ店舗によってはあるところとないところがありますので、まあ、ぜひね、あのパスタがあるフレッシュネスバーガーありましたら食べに行ってみていかがでしょうか。で胃袋の具合がこうまだ食べれるんでね、まだね、食べれます。まだいけるんで、ね、じゃあ下降りてハンバーガーやるか。あ、デザートね。デザート